ドッグホームチャンネル。はい、こんにちは。ドッグホームチャンネルへようこそ。今日の動画はトイプードルのあずきちゃんのシャンプルカットの動画になります。かわいいね。もっともっとですね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、コーナーもふもふ取れましたね。はい圧縮。本人終わったかなって思ってたかな。終わってません。これからっすよ。これからっすよ。例えばここに肉球をかぶけて、ハサミ開いた時にパーンって蹴られたら切っちゃうから。ああ、なるほどね。そういうことしないとか。そういうのは注意しなくちゃいけない。うん。あとはもう犬がいつ座るか、特にこの子座りやすい子だから、いつ座るかっていうのを気にしてあげなくちゃ。察知しなきゃいけない。急に動くのがやっぱハサミ持ってると怖いよね。怖い怖い。で足裏バリカンの時に蹴ってきてたから、ハサミの時も蹴る可能性があるから、それも踏まえてか、そう予知しなきゃいけない。足裏ぐらいとかさ、足ぐらい自分でカットできちゃうだろうと思ってやる人がいるじゃない。ああ、5万と言いますよ。怪我をさせなきゃなんだって思うんだよ。そっかそっか。で、市販でそこら辺のホームセンターとかでとか、ペットショップで売ってるハサミって、私たちが使うようなハサミよりかは切れ味が悪いから。ああ、そっかそっかそっか。それもあるんだね。そう、ただ角度が悪かったり向きが悪かったりすれば怪我をさせるように、そのトリマーさんのハサミは触るだけで切れちゃうような感じだもんね。そう、だから知ってる方がやっぱりプロ系のを買って、ついうっかりこっち触っちゃったんで、切れたって言ってたら、いやもう絶対ダメですよって。そうだよね。学生さんにも一番初め必ず申し伝えるんだけど、私が教えてた頃は毎年一人は必ず縫ってたね。まあそうだろうね。触るなっつうのにみんな触るから。工作バサミの延長での頭しかないからね。そうそう。で、あと人の話を聞いてないそこですね。喋ってて人の話がそこだね。小中学校だ、高校とかだったら授業で黙ってるけど、さすがに専門になってくるとね、お友達ともおしゃべりも楽しいから。この子はそうでもないけど、肛門キュッて出す子がいたり、このやつ動くの分かる。で、こうゆっくりだけど、ハサミ開いて切ろうとした瞬間切って動かされて死ぬほど怖い思いをすること。怖いよね。触っちゃったら切れちゃうもんね。挟んだだけでも切っちゃうから。人間よりも、人間の頭のカットよりも難しいじゃないですか。人間乳幼児じゃない限りおとなしくしてますからね、基本的に。ね、動かないでくださいって言われればちゃんと動かないですね。なかなか。
こういうスタイル、バリカン使ってやるスタイルは時短だからいいんだけど、うん、私はやっぱりハサミでカットしたい派だ。ああ、ずっとね、うん、この間を五郎犬のチワワちゃんを飼い主さんと相談の上、うん、生活しやすいように短くしていいですか。でも飾り傷すっごい多くて、あ、はいはい、でも尻尾も引きずっちゃう、お尻の毛も引きずっちゃう、うんちおしっこで汚れちゃう、だから不衛生になるから、うん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 、で胸周りの飾り毛もご飯とかお水とかよだれでもベソベソになっちゃうから、うんうん、そうだよね、そう、短くしていいですかって。でうちにシャンプーブロー来た時に時間が短縮できる、短いと、うんうん、確かに余計な毛がないから、うん、いろんなメリットだったりとかデメリットを考えてあげてカットするとか、ね、うん、それでね、チワワをね丸刈りにしたんだけど、飼い主さんはバリカンで短いっていうのをイメージしてたらしいんだけど、うんうん、すいません、この子バリカンかけたことないから多分びっくりしちゃう、うんうん、で身長が悪いから、あ、はいはい、脅かしてねびっくりしてキュッてなっちゃっても困るから、うんうん、すいません、ちょっと今日時間かかりますがハサミでやりますハサミで全身ザクザク切って、なるほど、なんか子グマちゃんみたいになって可愛くなって、気に入ってもらえるとね、うん、そこはそこでね、ね、でもねやっぱり生き物なんでそういう体調だったり、うん、生活したしやすいっていうのは重点で考えてあげられたり ね、うん、ね、このあずきちゃんも10歳だから、うん、若い犬ではないから、うんうん、先のことを考えて生活しやすいようにどういうケアをしてあげればいいかとか、うんうん、っていうのを飼い主さんと詰めていければいいなと思ってる。そうだね、でもそれを考えるとさ、そのためには飼い主さんも勉強していただくような、知ってる人は知ってるんだろうけどさ、うん、まあ多分過去に大型犬飼ってたからそういうノウハウはあるはずなんだ、うんうん、大型犬より小型犬の介護の方が楽だし、うんうんうん、でもみんながみんな同じ考えじゃないからね。そうなんですよね、そういうのは難しいよね、うん、あ、でもスッキリになったっていうか、かっこいいな、線が出るね、ちゃんと体のラインがね、うん、ナイスバディねナイスバディだってほんと静かだね、静かっていうか大人しい感じですね今のところね、うん、まあ緊張もあるんだろうけどね。あー、そっか、まだ2回目で、うん、あずきちゃんは今やらなかったけど、うん、犬によってはここまでハサミが来たらね、足スタポンって上げる子がいる。あー、怖いね。そう、前足で嫌がるから足先に行くにつれてね、うんうん、怖いよ。外の物音とかでも気になって動いたりするもんね、うんうん、うちなんか猫が来た途端飽きた霊は飛び出すからね怖いな、でもそう、なるほどな。こうやって下向かれたら、おまんま切ってたらついうっかりベロ挟んじゃうとかね、はあ、なんで絶対顔は近寄せない。なるほど。でかといってこうやってやってると前足ヒュンって動くかもしれないから、うんうん、前足上げる場合はこっち側の足上げるとほら上げられないから、あ、はい、基本的にね、うんうん、それでも強行して上げるやつもいるけど、うんうん、
怖い。これがハサミだったらみたいな。そういったことすべて想定してイメージしながら、はい、こうなるかも、あの車と一緒なんだっけ、来るかもしれないだろう運転、うんうんうん、ここから子供が飛び出してくるだろうとか、うんうん、なんだっけだろう運転じゃなくて、なんだっけかもしれない運転ね、うん、ヒヤリハットみたいな感じ、はいはい、なるほど、ヒヤリハットハサミですね。そうです。でもトリマーになりたい子は結構いるんだろうかな、うん、うん、うちの妹も小学校の子もトリマー獣医、うんうん、なんかそんなこと言った気がする。私も小学校の子獣医さんになりたいし、ほうほう、はい、お顔をチャンネル登録よろしくね。